はい、こんにちは、こんばんは、チャリです。オルマネージャーやっていきたいと思います。はいえ、前回ね、初めてチャンピオンズリーグに出場して、えなんと決勝まで行って、え最強パリ・サンジェルマン相手に PK 戦で最後5人目のキッカー決めれば勝ちというところまで行ったんですけどえ、まあ、決められず負けてしまいました。でね、えー、まあそこからまあどうすればいいか考えたところ、 まあ、とりあえず、まあ、ひたすらやるしかないなと。うん。まあ、たぶん5、6、あと4年ぐらいでするとね、うん、ムバッペとかが、え、えー、もう、驚いてくるので。さらにはビニシウスもね、もうそろ多分いい年なんですよ。うん。なので、えー、とりあえず日記を進めます。進めてみました。で、その次の年ですね。2030年2月17日、今日ですね、えー、プレイオフ、シールのプレイオフを戦います。 CL の方はね、えー、2回、えー、5勝1分け2敗ということで、イベント、ストッパリ30万に分けました。はい。で、えー、バイエルに1対1の引き分け。シャル、ケ、セルティックル、トルトブンと、まあ、あたり、これなんゼブ、コベハーゲンと、あとなんか、セルビアのチームかなわかんないけど。まあ、CL5 勝1分け2敗で、勝ち点16。 勝ち点1届かずにプレーオフに回ってしまいました。レアルもプレーオフなんだよね。でね、ノックアウト、プレーオフラウンドで、えー、ファーストレーゴをね、この間行いました。そしたらね、なんと、0対3。はい。アントニオに、アントニオちょっと休ませろって言われてたんで、アントニオちょっと外して、ちょっとなめ、ちょっと、アントニオ以外はガチ弁いや、そうでもないな。まあ普通にやったんですけど、 負けました。はい。0対3です。コール期待地域にはもう勝ってんのにね。ちょっと、ちょっと納得いかないですね。まあ、ということで、今日はこの続き、え、セカンドレグ、ファーストレグ0対3のところから、まあ、どれだけ折り返せるのかっていうのをちょっと、頑張りたいと思います。まあ、アントニオくんはもうね、2試合休ませたんで、この試合を出てもらいましょう。アースティングが時計掛けで、まあ、新しくね、この、えー、ミケル、ちょ、読まない、読めない人な名前が、 ミケル君をね、えー、取ってきました。6500万ユーロですね。非常に安かった、うん。で、能力見ると、ちょうど今ね、アンカーのポジションが欲しかったんでね。はい。まあ、中盤の底、ポジショニング高くてね、いいですね。まあ、どちらかというとタックルとマーキングが13だからまあ、高いけど、そんな長所にするほど高くないってところで、まあ、パスが上手い中盤の底の選手ですね。 はい。じゃあ、この選手も、この間ね、先発、初めて試合出てね、このチームで、で怪我をしました。で、それそんぐらいですかね。で、最近このね、バレンティーニがすごいね、大活躍してくれてますね。星の数5なんで、これはもうスーパースターだね。ちょ裏っ腹見ちゃおうかな。200とかあったらどうする潜在能力、うん。まあいいや。じゃ、とりあえず、こっから選手で書いてやってみましょう。でね、 このディアーロッツ選手もね、入ったのは、去年から、今年から入ってきたんだけど、この選手もね、サイドバックでやってくれてます。まあでも、エンジンベーグもね、これも強いんで、まあ、お互いに入れ替えながらやってますね。なので、ちょっとマラシアが、もう多分移籍したのかな。マラシアがもういなくなってます。はい。で、トップ下はバルダンジで、アンカーは、まあ、バジェティッチでいいや。これでじゃあ行きますか。 で、えー、もうこの十字幕ついてる人はベンチ側にしましょう。もうそろそろね、タリンコの売りたいんだけどね、なんか、今シーズンサウジアラビア、どこからなんかオファー来ないんだよね,ね。なんでなんだろう。もう32歳やっぱスピード、スタミナもっと完全に衰えてきてるね。まあでもそれでも、結構ね、出てる試合結構決めてくれてるんだよね。すごいこれ、ゴールキタイチ3.9でもう6ゴール取ってるよ。 アシスト期待値も2.34でこアシストしてるし。強いね。強い選手は強いんだね。まあ、いや、あ、試合行きますか。03から逆、逆転するのはね、1点。まあ、とりあえず前半に2点だね。前半20。前半21。うん。1点ぐらいならまだワンチャン許せる。うん。 あ、これもあれしてね。ブラックワンの新しいスタジアムですね。多分。うん、このね、丸、芝がね、でも丸くなってるこれ、クソしよう、クソだよな。普通縦にさ、横に線引いてあるよな、ね、あこれ。気が入るよになってるね。はい。お、キッカーあで肌もアトン。いい位置、でもちょっと近すぎるか。でもちょうどいい位置なんじゃないか、でも。うん、ノー、決めた 11分、フリーキックで先生。これで2 0 0系1対3ですね。ケリハーが、いゃゴルールキーパーやってんだけど。あのケリハーがな。正直、モナコね、正直ね、結構舐めてた。うーん、舐めてたんだけど、<laughs> 0対3だからね。 03はちょっとダメだな。02にならさ、普通に、えっと、いける、やるぞと思うけど、03はちょっと、うわ、きついなーって思うよな。い、けるけど。うんか、四4130はいけるんだけど、ちょっと大変だよね。ちょっとプレッシャーかかるよ、やっぱり。逆にプレッシャーないまでやるか。03だと。まあ、負けてもいいや、みたいな感じでや、いけるかな。お、チャンス。 これ点取ればいいよ。ほん大逆転ちょっと起こしてくれよ。バレンティーニー。あ、押し、アンドにオ。ハンドないハンド。VR 見てるちゃんと。ないらしいですね。この芝これ丸いのなんか、嫌だなぁ。<laughs> これ、変えらんねえななんでこんな芝にしたんだよなぁ。ゴすバリンティー かわなかった。でもまだある。よし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 。20。17分で20。オフサイドないよね。俺、そこ VR 確認しなくていいよ。腹心が上げてないんだから、オフサイドじゃないんだよ。なんかさ、このフットボールマネージャーの腹心だとあれなんだよね。結構ね、あの、なんて言うんだっけ。おい、取り消しかよ。なんかオフサイドだったらさ、オフサイドかもしれないけど、腹心が旗揚げないってこと結構あるじゃないですか。 なんて言うんだっけそういうのあのー、やべ、出てこね。オフサイドだってわかってるんだけど、あえて旗を上げないこと。上げず、旗を上げずにプレイを続行させてプレイが切れてから VR で確認すること。やべ、ちょっと。いやべ、そした。出てこね、英語でなんかあったよね。オフサイドディレイだっけなんかそんな感じなかったいや。 だから、普通にねし、心配やってるこの不審は。VR 関係なしに。だから、それ旗上げても、それ間違えることも結構あるね。これんじナイス !20。お、OK、前半20は、いいよ。おい、確認すんな。大丈夫だろ。うホフォームは強いかいね、ブラックバーもやっぱね、最近規模が大きくなってきた。遺跡予算もね、結構つかるようになってきたね。なんか、 大体ね、前シーズンと、シーズン途中冬にね、なんから3000万ぐらいプラスくれるんだよ。3000万ユロるぐらい。だからそれで選手は結構取れるね。で、えー、どうしようかな。バルダンジとか疲れてたけど。まあちょっと、前半ちょっと使うか。20。いいよ。ゴールキ1なのか。変えるか。結構疲れてる選手が多いもん。やっぱ日程がきついですね。あ、シフショー。リグリンお前いけるか。 リグレイで、ね、売ろうとしてるんだけどね。僕、売れないんですよね。アオジあたりからオファー来ると思ってたんだけど、全然来ない。で、あと、バルダンジは、どうしよう。ケリーもいけるか、お前。うーん、めカシャドウスライか。おで、バジティッチは、去年で安く獲得できた、アルベス。こいつなんかよくか。 もうこれでいいかなとりあえず3枚買います。ねあと1点だ、ね、よ、あと1点。取れるよ。PK で、PK ちょっとリベンジしたい気持ちもあるけどね。いや、ほんともう、前のとこで終わりだったんだよ、ほんとは。それ決めてれば、あそこ、あそこまで行ったのがすごいけどね。いやべ、てこれ全然決まんないとね、ちょ、まずい。ここでもしちゃうか。いいな、もうえちゃう、これ。 タグトワード入れるサイド。これ意味あんのかちょっと入れたくないやな、でも。言ってるって呼んだぜ。でかいけど。バレンティーニとかも出すわ。これ勝たないといけないからね。あーとも変えるいや、もう。これでいこう。で、もう、メンタリティ攻撃的だね。もちろん。はい。お願い。勝たせて。決めろ。決めろ、決めろ、決めろ、決めろ。いや、ダメだな。 お願い。待って、終わっちゃう、終わっちゃう、終わっちゃう。じゃあ、めてちゃ攻撃的。OK, o 見、見れるぞ。こら、取っただろう。ポストとか、やめてね。VR、ちょっと許せねえわ。あ、オフサイドないえぇ、ー、アントお前、<laughs> もうオフサイドだよな。ちょっと、お前、もが終った。ああ、終わっちゃう。やめて。ストップ、ストップ、ストップ。あ、止まった、止まった。何、フリーキックまた、こっから直接決めたらヒーローだぞ。 うわああ惜しいいやもうやばい。これもう終わりか。さすがに。止まれ、止まれ。まぁちょっと一戦目がね、いなかったですね。はい。このシーズンはチャンピオンズリーグ優勝がなくなりました。はい。まあ、ね、プレミアリーグとかも少しどうでもいいんで、まぁ、あ、あれだね、一応。 プリンガリーグの c l c 条件をちょっと、頑張取らないといけないんで、もうちょっと、頑張りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。